はい、皆さんこんにちは、ウルカです。この番組では皆さん気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、エーステックトレーサーシリーズライター R、 エーステック USB 充電式トレーサー。はい、全長が約95mm、 直径は約 30mm、 重量が 60g、 充電時間は約2時間、 BB 弾はグリーンとレッドの蓄光弾に対応しております。で、40分何もしないと自動シャットアウト機能付きとなります。最初はね、これ11ミリの正ネジアダプターが付いてるんですが、こちらの方ね、回してもらうと、はい、こちらは14ミリ逆ネジ対応ということになっております。なんで、まあ大体のね、銃に付けられるかなと思います。で、銃口側の蓋を外していくと、はい、ちょっと光の加減で見えるかな。こちらね、 USB 充電の接続部がありまして、付属の USB ケーブル、こちらマイクロ USB になりますね、の方で充電が可能です。で、本体側にあるスイッチを押すと電源がオンになります。これちょっとね、 LED がピカピカってするとこ分かるかな、分かったかな。はい、これで蓄光弾を通すと BB 弾が発光されます。で、充電が足りないと電源ランプが数回点滅し、自動シャットアウトとなる機能もあります。それではね、実際にどのくらい光るのか、暗いところで打ってみたいと思います。アリシャンの地下やってまいりました。ね、こちらの方打っていきたいと思います。じゃあライトオフ。ライトオン。さあ、エーステック、エーステック、エーステック、エースコックじゃねえ。エーステック、ライトアールね、打ってみましたが、あー、なるほど。今ね、GG さんの弾はこれ使ってるんですけど、一番ね、明るかったんで、GG さんの弾使ってるんですが、ちょっと暗めに感じたね。で、ただね、スイッチ類一箇所で、非常に簡単操作なんで、オンオフしかないと。で、まあ、あとはオートパワーオフとかもありますけど、非常にね、扱いは安いし、まあちっちゃめなんで、取り回しもね、いいかなと思います。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのはエーステックトレーサーシリーズライター R、 ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。